ショッピーのショートコメディー。意見を後出ししまくる男子大学生。うん、まあ、そうだよな。いや、わかるわかる。めっちゃわかるわ。うわ、てか、もう俺もそう思ってたしな。あー、そっかそっか。じゃあ、とりあえず春休みに、まあ、どっか行くのか行かないのかみたいな。どうしよっかね。うん。 いや、だよな。いや、俺もそう思ってたのよ。やっぱなんだかんだ旅行行きてぇなってい。いや、俺も言おうと思ってたのよ。いや、マジでマジで。いや、どっか行きてぇなっていうところは。じゃあ、みんな、オッケーって感じだよな。オッケーオッケーそしたら、どこ行こっか、あの、実際。とりあえず。いや、だよな。いや、俺もそう思ってた、マジで。まあ、今年は国内かなって感じは、うん、俺も思ってたわ。ああ、うん、そう,そうそうそう。いい、じゃあ、国内で。うん、いいよな、いいよな。うん、うん。 だよな。大阪行きたいよな、ね。やっぱな。いや、そうなのよ。俺も大阪行きたいってずっと思って,てさ。いや、マジでマジで。そうなのよ。うん、わかる。それめっちゃわかるわ。俺も思ってたわ。北海道もいいよな。そう、北海道行きたいって俺も思ってたのよ。マジで。そう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 。 いや、俺もそれ言おうと思ってさ、沖縄もいいんじゃないかってわかるわ。でもとりあえずさ、まあ、あれだよな。うん、どっかしら行くってことで、まあまあまあ、泳ぎ決めてこわかるわ。今決めた方がいいよな。結局な、ね、こう、時間経っちゃうともう決めなくなっちゃうからな。OK、じゃあ、えー、オッ OK、大阪だよな。うん、そうわかる。マジでマジで。いや、俺も大阪行きたいと思ってたから。いや、マジでマジで。そうだよな。OK、OK、OK。そしたら、どうしよっかね。 腹減ったよなぁ。いや、めっちゃわかるわ。てかね、俺もそう言おうと思ってさ、俺も飯食い行こうぜって今言おうと思ってさ、いや、マジでマジで、本当に本当に。いや、マジで俺も今飯食い行こうぜって言おうと思ったら、もう、たけしが飯食い行こうぜって言ってくれたから、ああ、マジかと思って、めちゃめちゃ気合うじゃん、やっぱりとか思って、マジでマジで。そうそうそう。なにえなにえ俺さっきから何あ、共感乗っかりすぎじゃね乗っかりすぎじゃねっていや、俺もそう思ってたわ。